ほーら、カードが届いたよ。しかもお金入り。これだけあれば毎日を君の誕生日にできるね。やっぱりお金で違うクラフトを作るのはどう？たくさんハートを切り抜いて一緒に折りたたむ。丸い形にまとめて新しいおもちゃの完成だ。楽しい時間はプライスレス。見てごらん、お気に入りの文字が全部入ったカップだよ。好きじゃないの？じゃあホイルで巻いて。粘土をつけて。少し仕上げのタッチを加える。誰が来たかな？我らが A の登場だ。あー、もうすっかり仲良しだね。あー、ベリーがいっぱい。でも食べ物で遊んじゃダメ。そんなに散らかさないで。あー、ひどい汚れだ。今度はマイクロミキサーを使おう。やるべきことはボタンを押すだけ。これで散らかる心配なし。このミックスをボウルに注いで、僕らの猫ちゃんに楽しんでもらおう。うわあ、風船。ダメだ、爪を立てないで。少なくともアヒルは手に入った。あー、まだ風船のかけらが使えるかも。中にサプライズを入れて、たくさんの水も。冷凍すればどんな鋭い猫の爪にも耐えられる。もちろん中の景品も欲しいよね。最後のプレゼントを開ける時間はあるかな。ミニプロジェクターだ。組み立てたら部屋を暗くして、猫の星空ショーを楽しもう。だから僕たちは机に座らないんだ。心配しないで、アートで助けてあげる。ポムニの絵を色塗りして、熱を与えるとぷくぷくと膨らみ始めるんだ。これでふわふわのポムニの出来上がり。これを使えば絵の具のシミを覆えるよ。なあ、最近の人ってほんと不器用なんだから。彼女雨に気づくかな。あ、でもその前に何とかしよう。飴を安全に舐めるためにも、このスペシャルキャンディーカバーを作ろう。飴も忘れずに追加して。あれ、髪の毛って綺麗にしたよね。あんって言って。なんでこんなにヌルヌルしてるんだ。ノートガムだ。次の工作には十分なほどの量。グミ部屋を押し込んだら、その穴に糊を注ぎ込む。
上部分は切り取って、たくさん作って置いていくよ。ガムで作られた歯茎、これで新しい友達の出来上がり。やあ、こんにちは。咳止めいる？なあ、そんなノートが。新しいノートなら心配ないかも。ほら見て、これは洗えるんだよ。うわ、すぐに取れた。それならちょっとした実験をしてみよう。マスタードとケチャップとあなたが好きな調味料をすべてかける。あとは水をかけたらすべて洗い流される。すごい、耐水性のある紙だなんて。ちょっと、人の鉛筆噛まないでよ。なあ、修理しなくちゃ。古いお菓子の容器を使えば鉛筆の削りカスを貯めておける。全く新しい見た目にしてみよう。カップケーキみたいにこの鉛筆削りは使えそう。でもあんまり美味しそうにしない方が良さそう。テストの日だ、忘れないで。スマホは禁止。先生は騙せないよ。本当にこの先生は何でもお見通し。ズレは決して許されない。連れて行かれちゃう。リスクを犯さない方が良さそうだ。あ、でもそのソーダが役に立つかも。戻すとメモが消える仕組み。彼女が気づかないうちにすぐにあなたの答えを写して。見つかりそうになったら戻すのを忘れずに。ガムも禁止なんだろうな。大丈夫、スティックのりを取って、のりの部分をすべて取り除く。ありがとう、ケイン。綺麗になったらガムをいくつか準備して中に入れていく。何も変なことしてませんよ。ただのり付けしてるだけです。早く、彼女が見てない間に一口。の飛行機だ。それは天高く飛んで着陸準備。なあ、ラブレターだ。帰りの旅は準備できてるかな。邪魔が入った。の走るカニの出番だ。爪にノートを貼って、さあ走り始めたよ。気をつけてね。これも未遂に終わった。スマホで連絡取った方が良さそうだね。ほら猫ちゃん、新しい魚だよ。でもそこはあまりいい飼育場所ではなさそうだ。猫ちゃんは魚で遊ぶのが大好きだからね。彼女のために水族館を作ってあげよう。このドームは最高の席だね。もちろん水が必要だ。古いクレヨンを出して溶かしていく。ゆっくりと水に注いで。素敵なフェイクサンゴができていくよ。中に立てていろいろなデコレーションをしよう。もちろん魚も忘れずに。おお、人形も一緒に遊びたいって。
早速スイミングを楽しもう。うまく泳げないって？ポップチューブの浮き輪を試してみよう。これで頭を出しておけるよ。我らがラバーダックの中にはもっと小さいアヒルがいる。でももっと面白くしたいならミニチュアのマシュマロダックを作ろう。おっと、君の靴はどうしたの？ま、探さなくちゃ見つからないよね。靴って本当に変なところに入るんだね。発泡スチロールシートを使ってマーメイドの尾びれを作ろう。接着剤をたっぷりつけてキラキラをかける。これで君の靴はもうなくならないね。何かを落としちゃったの？あらら、大丈夫、もっといいものを作ろう。貝殻と真珠、そして絵の具が必要だ。もうわかった。次はもちろんキラキラ。早速つけて輝こう。今日は大切な日、猫の誕生日だ。バースデーケーキが必要だよ。猫の好みに合ったものを一つ。最高のケーキにはスプリンクルがなくちゃね。吹き消すためのバースデーキャンドルも。ハッピーバースデー。さあ願いを込めて。プレゼントを開けて、ロブロックスドールだ。ちょっと掃除が必要かも。これでミントフレッシュの香りになれる。新しいペパーミントの香水だね。さあ彼女の顔を笑顔に変えて、服と髪もつけてあげなきゃ。次は足を手袋で覆って指の部分を一つにまとめる。糊を注いで広げていく。次はキラキラの時間、もっとたっぷり。小さな人魚はプールで泳ぐのが好きなんだ。猫ちゃんのお気に入りの文字。ああ大変。少なくとも IOU は残ってる。そうだ、もしかしてうまく直せるかも。見て、魔法のトイレが仕事をしてくれる。ああとっても仲良くなっちゃったね。次は落ちないように床に置こう。カード当てゲームだ。一つ選んで。ああユニコーン、しかもキャンディーユニコーン。溶かしたチョコを少し与えて、すぐに楽しいサプライズに出会えるよ。かわいい一口サイズのお菓子だ。あれ、魚を捕まえたの？じゃあ古いバービーのベッドを持ってきて。ちょっとした工夫で新しい水槽の出来上がり。もちろん水を忘れてはいけないよ。魚にはあと何が必要かな。ほら見て、魚がペアでやってきた。愛に水中も空も関係ない。見て、砂のアヒルだ。なあ、ただの砂になっちゃった。じゃあ代わりにマシュマロのアヒルはどう？
彼らはホットココアにぴったりなんだ。特にココアが青い時にはね。お、ピンクのツバじゃなくて色が変わるマットだ。疲らせたり足跡をつけたり、使い方は想像力を使って無限大に。果物は好きだけどハエは嫌い。大丈夫、包帯を手に取ったら色をつけて風船を覆うよ。乾いたらデコレーションをしよう。あとは果物を隠すだけ。うわ、シリアルだ。商品も忘れないで。おもちゃの車だ。トラックを作ろう。必要なのはプールヌードルと追加のプールヌードルのみ。さあエンジンをかけて、レースの時間だ。勝者決定。なあ、来客だ。彼はお腹が空いてるみたい。大丈夫、そのヌードルにはもっと穴を開けちゃおう。それからもっとヌードルを足して、ホースをつけたら自分だけの庭で使えるシャワーが出来上がり。普通のシャワーと同じだけど、これは屋外よ。ねえ、それってウォーターベッドじゃないよ。やり直そう。ゴムプールに枕をたくさん入れたら、さあ今度こそリラックスする時間。うわ、スポンジだ。水を含ませたら細長く切る。束にして縛ったら水に投げて、バスケットボールにシュートして楽しめるよ。サルサとナチョスよりいいものなんてある？プラスチック袋だって？じゃあそれに水を入れたらねじって切るよ。触手みたいになった。水に入れたらラメも入れて蓋を閉める。これでクラゲのおもちゃの出来上がり。自分だけの水族館もいいでしょ。積み重ね可能なおもちゃもいいけど、ドミノトラックは代わりにドミノを配置してくれるよ。ドミノを設置したらどうなるか見てて。大事な瞬間だよ。これはまさに四字熟語の栄枯盛衰。深夜の読書に勝るものなし。おっと、ナイトライトは持ってる？ないの？まあなんとかしよう。このアルファベットシートを筒に巻く。線に沿って穴を開けていこう。あとはライトが必要だ。なるほど、このサイリウム棒を使おう。中に入れて文字を輝かせるんだ。
おやおや、また文字の友達が来た。これは Q だ。見る影もないけど。トマトを入れよう。これで彼を満たすことができる。野菜と果物は本当に役に立つ。見て、彼らは君の親友にもなれるんだ。文字を並べて単語を作ろう。気をつけてなあ、Pが文字を見てる。ごめんよ、それは本物じゃない。でも自分で作れば解決だ。エアドライクレイを少し取って、文字の D から始めよう。すぐに全員集まってくるぞ。さあみんなで出発しよう。砂に文字を刻んでいくんだ。誰かがメガネをなくしたみたい。これじゃもう使えないね。そうだ、レンズが入ってないから、ここに針金モールをつけて、フレームの下側が隠れるまで巻いて、耳にかける部分も作っちゃおう。目を4つ足せば我らが W のお出ましだ。すでに4つも目があるけど、2つくらい増えても気にしないよね。母なる自然の恵み、噛み応えもあって、これは何だ。形が作れたよ、泣かないで。目をつければ古い友人 O になる。彼にはすごい経歴がある。シャボン玉吹きのチャンピオンなんだ。お菓子がこんなに大当たりだ。大変、ロリポップが。大丈夫、まだたくさんあるよ。今回はちゃんと準備できてる。虎の友達が君を助けてくれるよ。さらにもちろん君のお菓子もね。次は君のお気に入り爪楊枝だ。全部拾うゲームの準備はいい？でも次回はここに置いておこう。新しい爪楊枝が必要な時は、鳥の友達が君のために出してくれる。爪楊枝の家作りがもっと楽しくなるね。うわー、部屋が泡だらけ。でもまだ始まったばっかりだ。バブルマシンもある。ボタンを押してフィーバータイムだ。猫ちゃんも楽しんでる。そして君もね。それは誰かな。ジミーザピックだ。あまり元気じゃなさそう。大丈夫、元気にしてあげるよ。ちょっと待って、原因が分かったかも。中にもっと小さい豚がいる。その中にも何かありそう。小さな灰色のネズミだ。君へのプレゼントがまた増えたね。そういえば新しい餃子メーカーがあるんだ。
生地をこねて具を入れるのを忘れずに。これで好きなだけ餃子が作れる。新しいフレーバーも試せちゃう。そうそう、彼は甘党だからね。ちゃんと正しい味を選んで。猫ちゃんに新しい友達を作ろう。きっといいムードを作ってくれるぞ。もちろん彼が気に入ればだけど。そう、この猫は自分で友達を作れるんだ。石鹸を固めてひっくり返す。新しい友達に顔をつけてあげよう。ああ、なんて明るい子なんだ。な、かわいいボート。なあ、そんな、気をつけて。泳ぐ場所は気をつけてよ。尾を上げて、もっと大きな船が必要だ。プールのヌードルを結びつけるだけ。帆がしっかり固定されていることを確認したら、ステアリングホイールが必要だ。なあ、セーリング、これぞ旅する唯一の方法。さあ、磁気探検を始めよう。うわ、何が取れた？金？いや、もっといい、フィジェットのおもちゃだ。伸ばしたり握りしめたりしてみて。バナナがどれくらい伸びるか試してみよう。そしてこのミツバチくんもよく遊んだ。あとは乾かすだけ。あ、人形の落とし物。でも心配ご無用。魔法のピルを締め出したら膨らんでいくぞ。これを着せてみて。アクセサリーも忘れずに。あー、割り算って楽しいね。早とちりしたみたい。心配しないで、このペットボトルもまだ使えるよ。小さな井戸ができた。飲み物を飲みたい人いる？なあ、ナプキンがいる。なあ、風船から漏れてるよ。中身を見たら A がいる。新しい風船に入れたかったんだ。水と一緒に空気もたくさん入れてね。プールに散りばめたら水上だけじゃないよ。投げて遊ぶことも可能。さ、次のタスクは？この箱シェイクしてる。ハンドは調子が良くないみたい。ワックスと水風呂で血行を良くしていく。クールな手の型をゲットした。少しワックスを塗って
ワックスを取る。縫い目があるといいかも。そして心地よい針と糸も。おお、恐ろしくてかっこいい。汚れた爪を見てみよう。あ、ピカピカなの？そりゃまずいな。だいぶ良くなった。おっと、 A は刺激が必要だ。例えば食べ物とか夕食にしよう。ディナーケーキ、まあダメじゃないけど。待って、ケーキに何か入ってる。よくわからないけど風船に入れちゃおう。ケーキに入れてフロスティングで隠すだけ。クリームをたっぷりのせて。やっぱり少しくらい色が欲しいな。次はお祭りの空気を。クリスマスを盗んじゃおう。そんなところにいたのか。ちょうど顔が欲しかったんだ。さあクレイマスクをつけて。空気の穴を忘れずに。だいぶグリンチらしくなった。サンタの帽子をかぶってマックスを探しに行こう。ねえ、ずっと待ってたんだ。さあ、ボタンを押す時間だよ。君の大好きな A だ。動物がたくさん。動物園は作ろう。うわ、ラバーダック。あ、でももう少しパンチが欲しい。すごく大きな目がついた。大きな体で強くたくましくなろう。カモノハシより奇妙な動物ができた。贈り物だよ。気をつけて、噛まれちゃう。休憩が必要かも。そこにいるのは B？ バルーンの B。 早速膨らませて。トイレットペーパーとペンキ。グリマスとさらにペイント。またグリマスとペーパーを足して。さ、中の風船を割って馴染みのある顔をつけるんだ。必要なのは電球だけ。新しいランプができた。待って、君は助かるかも。早く、ドアが開いてる。ずっとこの時を待ってた。大きなハグの瞬間をね。ハッピーエンドっていいよね。うわ、こんな成績表は初めて見た。ほら、ポムニやラガタがいるよ。そしてケインも。デジタルサーカスが街にやってきた。ここでチームビルドの時間だ。今までで一番まとまったんじゃないかな。
これで素晴らしい鉛筆トッパーができた。おお、消しゴムにもなるんだ。今日は白身のチェックの日。少しはお手入れが必要だもんね。大丈夫、ペーパーポモニで練習できる。全部の汚れを取るよ。できる限り絞り出して。さあ、その無駄毛も揃おう。眉毛を整えたら、ポムニがいい感じに整った。ピエロたちの憧れの的になりそうだ。待って、ダメ、お昼はまだだよ。かわいそうな電話、修理できるかも。ガムを取って丸めてボール状にしたら、小さなバネをスマホに取り付けたら、風船を膨らまして弾かせよう。これがビキニに変身。さあ、電話の続きをどうぞ。誰かさんがゴリップクのようだ。なあ、そんな、ポムにバラバラになっちゃった。彼女の代役が必要そうだ。そうだ、フルーツをかじったら、そこにクレヨンを溶かして、噛んだ後に注ぎ込むんだ。これですぐに代役が誰かわかる。ケインだ。これでサーカスが救われた。彼は芸術家でもあるみたい。見て見て、ジミーザピッグだ。最近は豚にとっても危険がいっぱい。手術をしなくちゃ。あれ、一体どうやって入ったんだ。心配ないよ、便利な風船製造機があるから。これでジミーはまた元気に生活ができるはず。彼のお気に入りのおやつを全部入れたら、ラメも少し加えて、きれいに洗い流せるように炭酸飲料。蓋をしたら、あとはしっかり握りしめて。ちょっと、そのお尻に気をつけて。なあ、そうだわ、やめて。しかもスマホに。これが役立つかも。マイクロクーラー。ソーダを吸い取って。腹水盆に帰らずとは言うけど、これはソーダだから大丈夫。さあ、小さなカップを持ったら飲んでみて。みんなに行き渡るだけあるよ。おお、ミセスバナナがママになる瞬間だ。中を見てみよう。おめでとう、ブロッコリーだ、赤ちゃんブロッコリー。しかも見て、双子だ、一卵性だと思う。こっちが男の子で、こっちは女の子だよ。これで幸せ家族の完成だ。危ない。A が潰れちゃった。大丈夫、 P が直してくれるよ。脳の手術ってそんなに難しいっけ。とっても簡単だったね。誰かが砂に埋まってる。かわいそうに、君にぴったりの場所があるよ。このプールヌードルとポップチューブを使おう。
B になった。顔をつけてみて。すごい素敵な電話になったね。やっぱりポップチューブって本当に便利だ。届かないところに伸ばすこともできる。鎖寝転ぶってそんなに気持ちいいかな。枕を作ってみよう。おっと、もう少し工夫しなきゃ。このタイツでね。トイレットペーパーを中に入れて。見たことのある形だね。あ、これは U だ。早速使おう。オリジナルのネックピローだ。ちょっと誰がビーチにブロックを置いたの。まあ一つ道具が手に入った。文字を作ったら砂に押し付ける。これをゼリー型にしてみよう。一度洗った方がいいんじゃないかな。ああ、手袋の季節が来ちゃったみたい。残念、もうこれは使えないね。でもマグネットを入れて靴下につけてごらん。小さなメモをつけてみない？新しい M の文字を手に入れた。これでずっとそばにいられる。動画を見るのって楽しいよね。でもちょっとしたスタンドが欲しいかも。そうだ、僕たちで作れちゃうんじゃない。ちょうど 3D ペンがあるんだし。立てられるパーツも忘れずに。これはどこかで見たことがあるような。 N だ。逆立ちしてるみたいだね。ひっくり返してショーの始まりだ。おバカな人形、いつも頭の中は靴のことでいっぱい。ではそれを満たしてあげよう。もしくは靴のデコレーションにしちゃおう。もう一度泳ぎに出かけよう。こんにちはウェンズデー。そっかな、ありがとう。アルミホイルを敷いたら小さなプールを作る。素晴らしい。次は砂を入れて。おお、見てお宝も。それからサンゴとパイナップル。なあ、あと水も忘れないでね。魚たちが過ごせる楽園だ。うわあ、僕のお気に入りの魚、プラスチック。プールサイドで食べるお菓子に勝るものはないよ。濡れない限りは。トイレの便座の蓋で乗り切ろう。これは調整が必要。プールのヌードルだとか使ってね。では試してみて、泳ぎと一緒に。かわいそうなグリマス、目が赤いよ。でも直してあげる。口も追加して。マーメイドに変身させてあげよう。エラを得たら泳ぎの時間だ。
この靴は接着剤が必要そうだ。何か間違ってたかも。ハイヒールを取ろう。それを人魚のヒレにつけて履いてみて。そしてそれをフリルで覆ったら、足をバタつかせて、洗濯が終わった。いいね、ハンガーが使えるよ。少しの想像力でこんなはしごが作れちゃう。さあ、ポップチューブを真ん中でカットして、これをつなげれば滑り台、しかもウォータースライダーだ。砂でアヒルを作る時間だよ。接着剤を加えれば永遠のアヒルになる。次は何かな。そう、キラキラだ。蓋をして最高のコーヒーテーブルの完成。おっと、貝殻だ。次のクラフトにぴったり。一つずつ積み重ねて、上から接着剤をかけていく。これで新しい噴水を手に入れた。お宝といえばもちもちのキャンディーを手に入れたよ。これはカップケーキにぴったり。まだもう少しアイシングが欲しいかも。まるでパイみたい。カットしてみて。さあ召し上がれ。次に古いボタンを用意して、色をつけよう。そうだ、もっとたくさんの色とライトも欲しい。即席のマイクを作って僕らのダンスパーティーを始めよう。ちょっと日陰が必要だ。余ってるワイヤーを用意して、いくつか葉っぱを作る。絵の具をつけて緑色にしよう。ヤシの木の幹に皮をつけて、もう少しテクスチャーを足す。お腹が空いた時用の果物もね。手を貸して。足じゃなくて手だってば。仕方ない、綺麗に片付けよう。筆をいくつか取り出して、マーメイドの尾ひれにする。ペーパークリップでハンガーを作って、新しい洋服ラックができたよ。ねえ見て、ボトルキャップだよ。棒をいくつか並べてごらん。これをペンキに浸して、スツールの完成だ。ボトルキャップがないって。大丈夫、正しく切ればキュウリだって椅子になれちゃう。すごい、水につけるとスポンジになる。さらにこれをソファーに変身させよう。わお、パーティーが盛り上がってきたね。みんな本当にリラックスしてる。こっちにおいで、水が気持ちいいよ。